はい、友野です。電気化学の、授業を、公開していきたいと思います。今回からですね、この電気化学反応における、速度論解析っていうものを解説していきます。まずはじめですね、この電極反応速度に関して、基礎編として、やっていきたいと思います。はい。では早速ですけれども、目次に入りますね。今回の動画の目次はですね、まずは平衡論と速度論というものが、何だったのか。2つ目として、電極反応の基本過程として、この2つがあるぞと。この電解動過程と物質移動過程っていうものが、反応速度を決めてるんだぞと。で、3つ目として、今回この電流、交換電流密度っていうものが、何なのか。そして、この授業動画の、一番のポイントとして、電化学反応において、反応速度を調べるってことは、どの、電気化学的なパラメータを調べることになるのか。っていうのが分かっていただければいいかなと思います。では早速ですけれども、まずですね、この平衡論と速度論、この1番と2番について説明していきたいと思います。まず平衡論と速度論です。こちらですね、物理化学の授業動画でも説明済みですけれども、ギブスエネルギーとして見ればですね、このダイヤモンドっていうものは、黒鉛に比べて、ギブスエネルギーが高い。つまりエネルギー的に不安定な状態にあるってことはすでに学んでいるかと思います。つまりエネルギー的に不安定っていうのはどういうことかっていうと、ダイヤモンドっていうのはですね、自発的に、徐々にですね、この黒鉛に勝手に変化してしまうよっていうことが、この平衡論としてギブスエネルギーを見た時に、分かる内容になります。つまりですね、このようなキラキラしたダイヤモンドが、この鉛筆のような、黒鉛に自発的に変わってしまうんだよっていうことがギブスエネルギーの差から、推察できます。ただ、実際にですね、皆さんの持っているダイヤモンドっていうものが次の日に黒鉛になっていることっていうのはないですよね。つまり、ここに書いてある通り、平衡論っていうのは反応の進む方向は教えてくれます。つまりダイヤモンドは黒鉛に自発的に変化するよと。ただし、反応の速度までは教えてくれません。つまりダイヤモンドがどのぐらいのスピードで黒鉛に変わるのかっていうのはわからないですね。で、そこがわかるのが、この速度論になります。すでにですね、物理化学の、授業動画、アップしていますけれども、その後半、当然ですね、速度論の方を、説明していますので、そちらの方を見ていただければいいかなと思います。今回ですね、電化学反応においてのこの速度論というものを学んでいきたいと思います。では、この電化学反応における速度論で重要な2つの移動過程を説明します。1つ目が電解動過程、2つ目が物質移動過程になります。1つ目の電解動過程っていうのは、この銅イオンが電極から電子を受け取って銅に変化する、逆の場合でもいいんですけどね。イオンっていうものが電極に電子を与える場合でもいいんですけども、つまりこの電子のやり取りです。この電子のやり取りの反応が早いか遅いかで、電気化学反応における反応速度が決まる。そういったものを電解動過程と言います。つまり電極と溶液界面におけるこの電荷移動が、反応速度に関与してくると。で、もう一つ、関与してくるものが、この物質移動過程となります。電極基板においてですね、この銅イオンというものがどんどん消費されていきますと、当然ですね、溶液素との濃度差が、生じます。そうすると、化学ポテンシャルの差によってですね、この銅イオンというものが電極近傍に寄ってくることになります。このイオンっていうものが電極近傍に寄ってくるスピードもまた反応速度に影響するっていうのはお分かりになるかと思います。では、この2つですね、電解動過程と物質移動過程について順に説明していくんですけれども、まずはじめですね、この電解動過程を2回続けて説明して、その後、物質移動過程の説明を行っていきます。今回、メインになるのは交換電流密度になります。交換電流密度を、の説明をする前にですね、一般的なこの反応速度論の復習を行っていきたいと思います。つまり A っていう物質が B になる反応になります。
この反応速度っていうのは VA と置くと、この A の濃度変化から記述できますね。で、速度定数 KA と置くと、濃度 CA と、まあ、比例関係にあると。まあ、このような式が書けるかと思います。こちら、高校科学でもありますね。はい。で、この反応速度定数 KA っていうのはアレニウスの関係から、このように KA イコール K0、EXP の括弧マイナス RT 分の、ギブスエネルギーの G と、書くことができます。この、まあ、この K0 っていうのは定数なので、まあ、無視してもいいんですけども、まあ、衝突因子と、言われているものです。で、この EXP は、もしかしたらご存知ないかもしれませんので、ここに書いてありますけども、この EXP っていうのは E の A 乗の書き方になります。別の書き方ですね。この E の A 乗のこの A っていう部分をですね、こう毎回上付きにするっていうのは大変な作業になりますので、この EXP のこの A っていう風な書き方があります。はい、で、この赤枠で囲まれているのがボルツマン分布となります。つまり、あるエネルギー順位における粒子の割合になります。一般的にはですね、規定状態と言われるところにほとんど 99.9% 粒子っていうものが存在しますけれども、まあ、必ずしも 100% ではないと。では、このアレニウスの関係っていうものをこの KA に代入することによって、速度っていうのはこの CA、反応に関与する A っていう物質の濃度とこの活性化エネルギーを乗り越える分子数の確率からこの速度っていうものが記述することができます。思い出してきますかね。はい。では、続いて、この電極反応における反応速度っていうものを考えていきたいと思います。はい。一般的なですね、この酸化還元反応から、この酸化体が還元体になる反応を正反応と仮定します。まあ逆の場合もある。教科書については逆の場合もありますので、どちらでもいいんですけれども、こちらを正反応。そして還元体が酸化体になる反応を逆反応として説明していきます。で、それぞれの反応速度っていうのは反応速度論ですね。先ほどのやつものを利用すると、このように記述できます。それぞれの反応速度っていうものは、速度定数 KF とかける酸化体の濃度によってこの VF っていうものが書けます。まあその逆反応ですね。この還元体が酸化体になる反応っていうのは KR っていう速度定数とまあこの還元体の濃度から記述することができます。単位はですね、モルパー秒の面積になります。はい。で、この還元体が、まあ、1モル反応するたびにですね、まあ、この N モルの電子が動くと。で、この N モルの電子が酸化電流として観察されるわけです。まあ、還元体が酸化された時の電子なので、酸化電流と言います。まあ、逆のことを言うと、酸化体が還元体になる時に必要な電子っていうのは還元電流として観測されます。なので、まあ、方向が逆なので、どっちかをプラスとすれば、どっちかはマイナスの電流、みたいな、数字的な意味が出てきますけれども、まあ、そのプラスマイナスにあまり意味がないということは、承知しておいてください。まあ、今回ですね、この N モルの電子が、酸化電流として観測される。まあ、これをプラスとして、1秒間に流れる電荷の量は、電流に等しいですよね。まあ、つまり電流の定義っていうのは、ある単位時間に流れる、電荷の量ですので、このように記述することができると。つまりこの酸化電流というものは、ここで発生する電子、ファラデー定数の F と、電極基板の面積ですね。R、面積中に流れる電子の量なので。で、それに対して、速度定数 KR と、この元々還元体の濃度から記述することができます。はい。ですね。では、もう一個、一応ですね、教科書、何種類か読むと、大体今の、この流れか、もう一つ、説明の仕方があるので、こちらの説明の仕方も書いておきます。まあ、一の別解として、まあ、ファラデーの法則っていうものを、高校でやりますよね。まあ、電荷球と電極反応に生じた還元体のモル濃度っていうのは、このように表すことができると。
第2次界に流れるですね、電荷量が電流です。まあ先ほどと一緒ですね。この IA っていうものが、電荷分の時間だと。では、この Q の部分を、にこの値を入れると、このように記述することができます。第2次界における、還元体のモル数変化っていうのを、つまりこのデルタ T 分の、デルタ N の単位っていうものは、この反応速度と、極場面積から表すことができます。まあこれつまり両方ともですね、この単位っていうのはモルパー秒になるよってことがわかるかと思います。つまりこの、2つの式を当てはめることによって、このデルタ T 分のデルタ N のところに AVR を入れることによって、還元、酸化電流っていうのは NFAVR、 つまり NFAKR の CRED、 まあ先ほどと同じ式が導けるかと思います。まあ、皆さんの持っている教科書、多分この1番、2番、どっちかの方法で、酸化電流、あるいは還元電流の記述ができされているかと思います。まあ、自分の理解しやすい方で、いいかと思います。結果としてですね、この一般的な酸化還元反応の式からですね、酸化体が、還元体になる時の、還元電流と、還元体が酸化される時の、酸化電流っていうものは、こういうふうに記述することができます。そうですね。一応ここ書いてありますと、まあ、平行反応っていうのは反応が進んでないように見えるけど、まあ、実は反応進んでますよね。反応の進むスピードが一緒なので、反応が進んでいないように見えるだけであって、実は反応が進んでいると。まあ、これは後で確認していきます。で、それぞれの酸化電流っていうものは、こういうふうに記述できますし、還元電流っていうのはこういうふうに記述することができます。で、観測できるトータルの電流っていうのは、つまりこの酸化電流と還元電流の差になります。つまり平行反応っていうのは、還元体が酸化体になったり、酸化体が還元体になる、この時に生じている電流の差分を、我々は観察しているわけです。だから両方の反応が同時に進んでるんですね。還元体だけ、酸化体だけ進んでるわけではなくて、両方の反応が進んでるんですけど、どっちかの方が早いからこっちだけちょっと見えてるみたいな感じだと思ってください。つまりこの、観測できるトータルの電流 I っていうのは、まあ、仮にですね、酸化体から還元体の差を引いた場合、これ逆でもいいんですけども、だいたい酸化電流から還元体を引いている教科書の方が多いかと思います。この値を代入すると、まあ、こういうふうに導くことができます。ここに書いてありますね。酸化反応を正として計算していると。教科書によっては逆の場合もありますので、まあ、皆さんの教科書見てですね、プラスマイナス逆じゃんと、思わないでください。では、これを踏まえて、観測できるトータルの電流 I っていうものに、一番初めの反応速度というものを代入することによって、何が導かれるかっていうと、もうすでに書いたんですけども、観察される電流っていうものは、まあ、この NFA っていうのは、まあ、定数みたいなもんですよね。反応式における電子の数、ファラデー定数、そして極場の面積、これは定数として考えると速度なんですね。つまり電流っていうのは、単位時間に流れる電荷の量、つまり反応速度そのものに比例することがわかるかと思います。つまり電気化学反応における反応速度を調べるために必要な物理量っていうのは、電流の大きさから見積もられるわけです。OK ですかね。電流って、あんまりそういう反応速度を調べるための物理量なんだっていうイメージがない学生さんが結構多いです。なので、ここで、電流を調べることによって電流なみたいな感じになるかと思います。まあ、それが狙いですね。で、さらにですね、ここもう少し行きますと、まあ、交換電流っていう考え方があります。交換電流何かっていうと、まあ、ここに書いてある通り、まあ、平行時における電流の大きさのことになります。この観測される I っていうものが、実際、交換電流、
で考える、まあ平行時で考えると、まあゼロとして考えることができます。じゃあ、混元電流の大きさっていうものをそれぞれ小文字の i としておくと、まあこのね、マイナスの部分を引いて、まあこうイコールとして起きると。で平行時っていうのは酸化体と還元体の濃度は一定で同じとして仮定すると CRE と COX はまあイコール C だと解けると。で平行時における活性化エネルギーがまあ同じじゃないと平行になるんですよね。こう左右みたいな。つまり、それを踏まえてこの混元電流の大きさっていうものを記述すると、このような最終的に式になります。だから、まあ、交換電流の式を求めようっていうと、これ書くのがまあ一般的ですね。で、まあ、これを書くことが大事っていうよりも、この式の意味を理解することの方が大事かと思います。先ほどのページで説明した通り、電流ってものは反応の速度を知ることにで大事な、物理的な量になります。一方で、この交換電流、まあ、つまり電流が大きいっていうのはどういうことかっていうと、この電極における、電荷移動過程における電子の自受の速度が速いっていうことを意味します。つまり、反応の活性が高いっていうことも、この電流の値からわかるっていうことになります。OK ですかね。はい。では、今回短いですけれども、ご視聴ありがとうございました。いつも通りになりますけれども、学外のアウトプットはですね、非常に自己研鑽につながっています。皆さんと共に、様々に学んでいけたらいいかなと考えています。はい。で次回はですね、電位を変更した際の電流の変化から、まあ、反応速度をさらに、深く議論していきます。皆さん、一応電位科学においては、重要な式として、バトラーボルマー式とターフェル式というものがありますので、その辺の式というものを、説明できたらいいかなと思います。では、今回の、重要動画として一番重要だったのは、電気化学反応における反応速度を知りたければ電流の大きさを調べろでした。はい、では以上となります。